だから数は増えていくけれど内容が若干変わってますよね。あのお年寄りの人たちの数から若い人たちの数が上がってきてますよね。だからそこはまたあの原因とかあの精査してやり方がまたあるんじゃないですか。自分がもしなった場合あの症状が重くなければ自宅待機ですって言われれば自宅待機します。で今までは元気でもあの病院行ってたんですけど、まあ、あの自分ワクチンも2回打ってますし多分重篤化はしないから自宅待機にしても全然多分あの問題はないと思っています。はい。なんか今日もねニュースで見てたらなんか家族中が全部が感染してたという一家がねそういう風になっちゃうんじゃないかなというのもだからどんどん増えてるんじゃないかな。そうなればそこに病院に入らずにそこにいるということはやっぱり家族が感染しましたというのをやってましたよテレビで。だからそういうのもねえどこなと私は思うんですね。それでどんどん広がってるのが人数が増えてるのかなと思うんですけどね。